全人類対応うんこ人権ドリルというものを法務省人権擁護局は出してる。で、これ大学の法学部の学生から見たら、いやこれ間違ってるでしょっていうような話を僕聞いたんだけども、まあ僕の感想としてはですね、うんこなのは法務省人権擁護局でしょう。法務省人権擁護局って大体国民の人権守ってるんですかね？守ってないでしょ？なんか紛争はするしね。で、僕の裁判にこの人権擁護局の OB の人が、あの認別状みたいなものをね、解放同盟の誰が部落民だみたいな、そういう書類をね、送ってくるしね。で、何ですかね、このおまけ問題。うんこにうんこ色。みんな違ってみんないいのじゃって、こんなもん人権とは何も関係ないですしね。で、5チャンネルなんかだとね、人権擁護局って言ったらね、もうその、吐きだめというか、一番いらない部署みたいに言われてますよ。5チャンネルの公務員板で。身内からそんな風に言われる部署がね、未だにあるっていうのは僕はおかしいと思うんですよね。だから僕、うんこなのは法務省人権擁護局でしょう。で、この内容を見てみるんですよね。人権という言葉を聞いたことがあるかの、人権とは幸せに生きる権利のこと。君にも幸せに楽しく生きる権利があるし、お友達にも幸せに楽しく生きる権利があるのじゃ。相手への思いやりを持ってとか書いてあるけども、これ違うってね、中学生でもわかるんじゃないですか？皆さん社会の時間に基本的人権で習ったでしょ？で、その、まあ、これはある意味幸福追求権になるんだろうけども、それだけじゃないわけですよね。職業選択の自由、居住移転の自由、学問の自由、あと裁判を受ける権利とかね。いろいろあるわけですよ。これだけじゃないんですよ、基本的人権。参政権でね。選挙に参加する自由もあるしね。だからね、まず、この部分も明らかに間違ってるわけです。で、こういうことをですね、その、うんこ人権ドリルとかいう名前で出してくるっていうあたりが、もうこれ、もう末期的だなぁと、人権擁護局、いや、ちょっとね、これ職員のレベルというか、どうなのと、この、中学生レベルでもこれおかしいっていうような、わかるようなものを出してくるってどうなのって思うんですよね。ただね、僕ね、これ一つね、合ってると思ってるところがあって、このうんこ人権ドリルっていうタイトルは合ってると思いますよ。その法務省人権擁護局の考える人権ってうんこなんだから、もしかするとね、これはもう職員の方のね、ささやかな抵抗なんじゃないかなっていうふうに思う。まあどうせ抵抗するんだったらね、僕ね、応援しますよ。うんこ人権ドリルの次は、もううんこ童話ドリルっていうのを出してほしいと思うんですよ。うんこ部落ドリルとかでもいいですよ。もうそしたらね、もうタイトルだけ見てね、解放同盟の中のね、ちょっとおかしい人が発狂してですね、法務省人権擁護局を糾弾しに来るかもしれない。ちょっとね、もうその、もう狂わせてしまった方がいいかもしれない。もうこの際ね。ということでね、法務省人権擁護局におかれましてはですね、これは僕はささやかな抵抗だと思いますよ。やっぱ人権ってうんこなんでしょ、今もう実情としてね。正しい人権っていうのが教えられてないと。ね、ちょっと真面目な話をすると、人権教育、人権啓発法で、まあそういう法律があるんだけども、まあその法律自体が間違ってるんですよね。なんか法律に、人権教育とは、まあ人権を尊重するようなそういう意識を寛容みたいなことが書いてあるんだけども、まあ本来人権教育っていうのはね、子供が、ね、まあ大人になった時に自分の人権を守れるような教育をするっていうことですね。それは、まあ基本的にね、学力がないとね、自分の権利っていうのは侵害されてしまうものだし、あとはまあ自分たちがね、どういう権利を持ってるのかっていうことを教えるっていうのが本来の人権教育なんだけども、まあ堂々とね、国会を通した法律に間違いが書いてあるような現状があるんで、だから法務省人権擁護局の職員の人が悪いんじゃないと思いますよ。やっぱこの、もう国全体の問題だと思うんですよね。まあここはね、なかなかね、解決するのは難しいけども、まあ法務省人権擁護局の人がね、次にやることって言ったら、もううんこ童話ドリルを作るっていうことですよ。まあ僕はリクエストしときます。ぜひね、来年は、うんこ童話ドリルを作ってください。よろしくお願いいたします。